キルメスビール、またはセルベセリアイマルテリアキルメスはアルゼンチンのビール醸造所である。20世紀初頭の工場1888年、ドイツ人移民のオットーベンベルクがブエノスアイレス州キルメスに設立した。会社は急速に成長し始め、1920年にはすでにブエノスアイレスで最も人気があるビールとなっていた。それ以来、キルメスは アルゼンチンの象徴の一つとなり、現在ではアルゼンチン国内のビールシェアの75%を占めている。サッカーアルゼンチン代表のスポンサーでもあり、ラベルの色はアルゼンチンの国旗と同じ水色と白色である。2005年時点で、キルメスは、キルメス、サラテ、ドレスアロージョス、コリエンテス、サンミゲルデトゥクマン、メンドーサに工場を所有している。またペルー。 エクアドル、メキシコ、ホンジュラス、コスタリカ、プエルトリコ、アメリカ、スペイン、ドミニカ共和国、フランス、イギリス、イタリア、オーストラリアなどの国に製品を輸出している。年間約17億リットルのビールと8億リットルのソフトドリンク類を販売している。金差インダストリアル株式会社はルクセンブルクに拠点を置く国際企業であり、キルメスを管理している。 アルゼンチンとウルグアイでゲータレードやトロピカーナなどを含むペップシコの製品のフランチャイズ販売を行っている。金サはキルメスの株式の30%を所有し、企業内の議決権の53%を保持している。2002年、ブラジルのアンベブはキルメスの株式の37.5%を取得し、この契約によってアルゼンチンにおけるキルメスブランドの支配権が アンベブに移った。短期間で両社は合併し、世界第3位の飲料会社となった。2004年にはアンベブとベルギーのインターブリューが合併して、インベブという新会社が設立され、キルメスは全社の所有資産の中に統合された。これによって、インベブは世界第2位のビール会社となったが、2008年にバドアイザーで知られるアメリカのアンハイザーブッシュと合併して、 アンハイザー、ブッシュインベブが設立されると世界第一位のビール会社となっている。2006年、アンベブは所有する株式を91%超まで増やし、事実上完全にキルメスブランドの支配権を得た。ありがとうございます。